春永田護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の緩急8艦級、八艦六機体制の護衛隊軍の航空中数となるヘリコプター搭載護衛艦として、第三次防衛力整備計画中の昭和43.45年度計画で、各一隻が建造された。ネームシップの建造単価は、約91億円であった。1980年代後半には大規模なフラム、改修も行われ、 八冠発揮体制の時代に入っても、引き続き護衛隊軍の機関として活躍した。その後、老朽化に伴って、それぞれ2009年と2011年に除籍され、ヒューガ型と交代する形で退役した。加海軍産両ーラン級駆逐艦、ベアトラップシステムにより、小型ながらシーキングの運用に対応した。海上自衛隊では、その創設以前から、 洋上航空兵力の再取得を施行していた。警備隊の創設期にあたる1954年4月には、大戦相当軍の編成を念頭に護衛空母2隻の供与が打診され、1955年9月には、長沢博海爆長が横須賀に在泊するアメリカ海軍護衛空母を視察したものの、1956年の防衛庁内での検討では、時期尚早と結論され、 断念された。また開示創設後の一時防でも、同様の運用思想のもと、ヘリコプター6機搭載の6000トン級警備艦が、試算され、18機搭載の1万1000トン型を経て、二時防。策定段階の1959年には、基準排水量8000トン級のヘリ空母、CVH が、基本設計段階にまで進展したものの、保有時期尚早と判断されて、立ち消えになった。 二次防では HSS-2 紹介ヘリコプターの本格的導入が開始されたものの当初は地上の飛行場を基地として主要港湾や海峡部などの局地防衛を主として運用されていた。その後ソビエート連邦軍での原子力潜水艦の配備進展などの潜水艦脅威の申告。この検討では性能向上型通常動力型潜水艦と 少数の原子力潜水艦を仮想的としており、船団の名前に必要な護衛艦隻数を8隻、効果的な対戦攻撃を実施するために展開する、必要のあるヘリコプターの機数を4機、この4機を常時展開可能な状態に置くために、必要な機数を6機と見積もり、この8艦6機体制が基本的な考え方となった。この時期、フィンスタビライザーや、 ベアトラップシステムなどの技術進歩により、駆逐艦級の艦でも有力な対戦召喚ヘリコプターを艦載化し得るようになっており、これを背景にヘリコプター3機搭載のヘリコプター搭載護衛艦2隻を1個、護衛隊軍に配置することが構想されるようになった。この構想の下で計画されたのが本型である。海上自衛隊では、百六十七年より、揚陸艦、で、 カナダ製のベアトラップシステムの、また、クセ艇大取りで、イギリス製のフィンスタビライザーの運用試験に着手した。また同時に船型に関する検討も進められ、基本的には、下記の3案が、素状に残った。エレベータ式ハンガー、手法前後振り分け案ハンガーは上構え、船体内に配置されて、ヘリコプター看板とはエレベータで連絡する。手法は、 監視乾板とハンガー後方の完備乾板に配置する。デッキハンガー。手法前後振り分け案ハンガーは、ヘリコプター乾板前方の上構内に設置される。手法配置は、第1案と同様である。デッキハンガー。手法全部集中案ハンガー配置は、第2案と同様だが、手法は、監視乾板に集中配置される。これらのうち、被害極限化の観点から第1案がまず棄却された。 第2案は、後部手法がヘリコプター発着の障害となる懸念があり、また、所用のヘリコプター艦艦長を確保した場合に、船体が大型化して戦火が上昇する恐れが指摘された。一方で、第3案にも、手法の後方社会がほとんど失われるという問題があった。最終的に、後方に探査部を後日装備する含みを持たせることで合意されて、 1969年7月に基本設計が完了し、1970年3月より第3案による建造が開始された。先行したイタリア海軍が建造したアンドレアドりリア級巡洋艦と規模が近く、全般配置も類似しているが、土台となる運用要求が異なることから、細部の設計面での共通点は少なくなっている。基本計画番号は、海108。 ハンガーと一体化した環境構造物、マック構造、全通した上甲板の後半を占める飛行甲板が見て取れる。所要の航空運用能力を確保するための航空偽装に伴い、基準排水量は4700トンと太平洋戦争中の軽巡洋艦に匹敵する規模となった。戦型は従来の護衛艦が採用してきた二層の全通乾板を備えた。 車両甲板型をもとに、その後端をカットした、朝鮮主朗型が採用された。また上甲板は、艦首から艦尾まで全通している。船体の後方3分の一を占めるヘリコプター甲板の横幅を確保するため、全長に渡るナックルが設けられており、また、L、B 比は8.7、1と30ノット以上の戦闘艦としては、異例の小ささになった。 航空機の運用円滑化のため蒸気の経緯により二組のフィンスタビライザーも装備された。上部構造物は高付き型と同じく3層構造で格納庫と一体化している。煙突はマストと一体化したマック方式とされ格納庫の設計上左限にシフトして設置された。また、春名においては気流の乱れにより右限側の吸気口に排気が逆流する不具合が 生じたことから、右舷側に逆流止めの構造物が設けられ、比叡では煙突部分を1.5メートル高めるとともに、後部に大型の排気口をまとめる形式とされた。搭載艇は護衛艦の標準通りで、環境構造物の両原の重力式ラビットに内艦艇2隻を、またハンガー天井甲板後端にカッターを搭載していた。指揮官には、 引き続き蒸気タービン方式が採用されたが、船体の大型化に伴って、従来の護衛艦よりも大幅に強化されている。シュボイラーは二動水艦型を2機、蒸気発生量はそれぞれ毎時130トンであった。蒸気正常は、戦後日本初の国産蒸気タービン護衛艦である春、風型では圧力 30kGF、C 平方メートル、温度摂取400度とされ、 以後の護衛艦でも概ね踏襲された後、初代秋月型及び、天津風、高月型では、圧力 40KGF、C 平方メートル、温度摂取450度と高温高圧化が図られていた。そして本型では、これよりもさらに高温高圧化が図られ、圧力 60KGF、C 平方メートル、温度摂取480度となった。これは、 同時代の米海軍の標準蒸気には及ばなかったものの、海事護衛艦としては最も厳しくかつ未経験のものであり、建造、偽装には特別の配慮を要した、手機タービンの構成は一新されており、巡航用と高圧用の一体型タービンと、ダブルフローの低圧タービンからなる二度衝動型のシリーズパラレル型とされ、原則機は、 ロックドトレーン歯車二段減速式が採用された。このタービン構成出力はそれぞれ3万5000馬力であった。また、前後機械室には各室が収容する手機、主管を完成する操縦室が併設されたが、これは立ち風型で採用された機関操縦室方式の全段階となる装置であった。推進機の回転数は 300rpm と、 340rpm だった 35ddg 38dda と比して、低回転化が進められた。電源系では、主発電機として、出力 1200kW のタービン発電機を、前後の機械室に一機ずつ、また出力 750kW のディーゼル発電機一機を、全部機械室に設置した。さらに、第一回定期検査の際に、出力5 0 0ットのディーゼル主発電機一機が、 追加装備された。非常用発電機としては、出力4 5 0ットのディーゼル発電機を主戦隊前後部に分散配置したが、この装備方式は初雪型に至るまで踏襲されることになった。本型の装備は多くの点で、高月型のものを航空偽装に対応して再配置したものとなっている。センサー面では高月型のものがほぼ踏襲されており、レーダーとしては、 対空捜作用に、オプス -11B、対水上捜作用に、オプス -17 を、電波探知装置としては、ノルア -5 を搭載した。またソナーも同様で、66式単身技 o ス3を、バウドームに収容して搭載した。ただし、当初計画されていた、低周波の75式単身技 OX-101 や、可変深度ソナーの後日装備は実現しなかった。 なお海上自衛隊では立ち風型でシステム艦化に着手したが43.45年度予算で建造された本型はこれに先行して計画、建造されたことから戦術情報処理装置を搭載せず二次防艦と同一の CIC 運用構想に基づいた艦となりシステム艦化は後年のフラム回収を待つ必要があった全艦艦と環境構造物艦砲としては 高月型4番艦と同様に、54口径 127mm 単装速射砲を72式射撃式装置1型 A と組み合わせて搭載した。八艦六機体制の構想において、これらの5インチ砲は、ミサイル護衛艦のターターシステムを補佐して、艦隊防空に当たることとされていた。砲の搭載数については、5インチ砲を一機にして飛行艦艦を拡大することにより、 対戦ヘリコプター2機の同時発着を可能にすべきだ。との航空機関係者の意見と、あくまで5インチ砲2機装備に関わる、放来関係者の意見が対立し、最終的に5インチ砲2機装備に落ち着いたとされている。2機の5インチ砲は、74式アスロック発射機と、共に、全部に集中して、背負い式に搭載されている。 上記のように広報社会が限定的となる問題があったことから、炭サムの後日装備の含みが持たされており、後のフラム回収の際に実現することになる。アスロック発射機は、高槻型と同形式で環境構造物削減にある、タマコからラマークレーンを介して行う気力補助の手動装填方式とされた、関西機と飛行艦板来歴で述べたように、 本型の中核的な装備となるのが3機の関西ヘリコプターである。大型の紹介ヘリコプターを駆逐艦相当の艦で運用することに関しては、カナダ海軍が先駆者であったが、同国海軍でも本型に1年先行する威力追い級でシーキング2機を搭載したのが最大数であり、3機を搭載する駆逐艦級の水上戦闘艦は他に例を見ないものであった。 艦中央部から後部にかけてヘリ格納庫とヘリコプター艦板を配置している。ヘリコプター艦板は全長50最大幅17メートルを確保し、前方に1機を中期しつつ、後方の発着スポットで1機を初着艦させることが可能となった。当時の航空機運用艦としては小型な本。型において航空機の運用を実現するためには着艦高速。 機体移動システムが不可欠であり、カナダ製のベアトラップシステムが導入された。これは、カナダ海軍がサンドーラン旧駆逐艦のヘリコプター駆逐艦回収にあたって開発したもので、海上自衛隊では本型への搭載に先立ち、昭和42年度に輸送艦、知床において運用試験を実施している。ベアトラップシステムは、ヘリコプターの機体仮面に設置されたプローブと、 艦の飛行艦艦上に設置されたベアトラップ及びその移動機場によって構成されており、本型では2条の機場が格納庫の両舷側に向かって設置されている。移送用シャトルは2機装備として設計されたが、建造費低減のため、春名は建造当初は1機のみを搭載しており、フラム時に2機装備に改修された。また、 ヘリコプター甲板上右舷側には、初着艦管制室が設置されている。これらのベアトラップシステムは順次に改良を受けつつ、本型以降、ヘリコプター搭載能力を持つ護衛艦の、ほとんどと出雲モ型を除くすべてに搭載されることとなっている。蒸気の検討を経て、イタリア海軍のアンドレアドーリア旧巡洋艦と、同様、格納庫は、甲板上に設置された。 着水したヘリコプターの回収を想定して、格納庫上に力量8トンのクレーンが設置されたが、これはあまり用いられなかった。春名は収益時に HSS-2 を搭載していたが、後に、ヒエイと同じ HSS-2A に改め、両艦とも HSS-2B、SH-60J と順次更新していった。本型は、 開示初の紹介ヘリコプター搭載艦として活躍したものの続く第四次防衛力整備計画で建造された白根型は本型と同等の航空運用能力に加えて戦術情報処理装置と探サムを搭載しており7年という計画年度の差を超える性能差が生じていたこのことから56中行で本型は大規模な近代化改修を受けることになった この改装は、アメリカ海軍の艦隊再建近代化計画に、習って、フラムと呼称された。53中業で行われた、高槻型のフラム回収では、旧式化した武装と、乾燥する形での近代化が行われたが、航空運用プラットフォームとしての性格が強い、本型では、そもそも代償として撤去しゆる装備が乏しく、デッキクレーンやカッター、第二包囲版程度であったことから、 環境構造物を拡大するとともに、マック周辺及び格納庫天井甲板の面積が最大限に活用された。階層内容は概ね下記の通りであった。戦術情報処理装置の搭載。春名は1区マイナス6から2、ヒエイは1区マイナス 7B マイナス2を搭載した。これらはいずれも同年度計画の朝霧型の搭載機と順道計機であり、戦術データリンクとして、 リンク11の操受信に対応したことで、戦術単位としての護衛隊軍の作戦能力が、著しく向上した。レーダー、電子戦装置の更新、乾燥対空操作用は、OPS-11C に更新、対水上操作用は、レーダーは 58DD と同型の OPS-28 に乾燥された。また電子戦装置も、従来のノルア -5 電波探知装置に変えて、 朝風以降の DDG-DDH で標準となった、ノルック -1 電波探知妨害装置を搭載するとともに、ノルア -9B ミサイル警報装置とマーク36スバックも搭載した。股間防空能力の強化近接防空火器として、高性能 20mm 機関砲、股間防空ミサイルとして、シースパローアイビプドムズを搭載した。シースパローの8連装発射機は、 ヘリコプター格納庫上部に CIWS は環境の故障部に設置された。これらの回収の結果、基準排水量として、春菜は250トン、ヒエインは350トン増加し、最大速力は 38DDA と同様に31ノットとなった。春菜の回収は、武器は昭和58年度、戦隊、期間は59年度で行われ、予算は91億円。 また、ヒエイの回収、春名は、しばらく第1護衛隊軍の直轄艦として、運用された後、1974年11月、ヒエイの収益とともに、第51護衛隊を新編した。また、関西機部隊として、第21航空軍に、第121航空隊が編成されており、その HSS-2A を搭載することで、 1> 第1護衛隊軍は八艦六機体制を実現した。その後、本型を発展させた、白根型の収益に伴い、1981年より2隻、揃って第2護衛隊軍に配属外となり、第52護衛隊を編成した。これにより、海上自衛隊は第1.2護衛隊軍と八艦六機体制の2個ユニットを有することになった。 しかし新たな戦術単位構成として八艦発揮体制が採択されるのに伴い、春名型と白根型の四隻の DDH は4個、護衛隊軍に分散して、それぞれの機関となることとされ、これらの護衛隊は解体されて、1983年に、春名は、倉間と共に、第二護衛隊軍の、比叡イは、白根と共に第一護衛隊軍の直轄艦となった。そして、 1984年、春名は第3護衛隊軍の、ヒエイは第4護衛隊軍の直轄艦となった。2007年12月14日、横須賀基地にて発生した白根の火災事故により、白根の式通信系統の部品をすべて交換する必要が生じた。白根の完全な修理には時間と費用がかかるとの見積もりが出たため、 損傷した白根をそのまま退役させ退役予定の春名を延命させる案と退役予定の春名の部品を白根に移植修理させる二つの案が検討された。最終的に春名の部品による白根の修理が行われ春名は予定通り退役した。2011年3月16日にはヒエイが退役した男たちの山と山と山と型戦艦。 ヤマトの鉱石の CG 素材用として、ヒエイが撮影に使用された。また、ヤマトに着任したばかりの海軍特別年少兵たちが、ヤマトの機関室を見学するシーンでは、ヒエイの機関室が撮影に使用された。ゴジラシリーズ、ゴジラ近代改層前の、ハルナとヒエイが登場。P-3C 対戦紹介機や HSS-2B 紹介ヘリコプターと共に、 ゴジラの捜索を行う。ゴジラ VS、ビオランテ、ヒエイが登場。初雪型護衛艦初雪と共に、裏が水道でゴジラを迎え撃つが熱戦が直撃し、爆沈してしまう。護衛艦がゴジラを攻撃する場面が描かれるのは、初めてとなる。ゴジラ VS キングギドラ、ヒエイが登場。主要人物である、サエ美サと、正木キ則を、関西機の HSS マに、 B 紹介ヘリコプターでゴジラが出現したと思われるベーリング海に輸送するゴジラ VS スペースゴジラ国連 G ホースに参加しており鹿児島湾に出現したゴジラを迎撃するも撃沈される一部の映像はゴジラ VS ビオランテの流用である亡国のイージス海装シーン内に登場小説版ではヒエイが第一護衛隊軍の機関として登場する 根壁の艦隊 OVA 第19艦、赤道大会戦にて、近代化改装前の本艦が確認できる。ジッパング改装シーン内にて、近代改装前の、ヒエイが登場。沈黙の艦隊、第2護衛隊軍の機関として、春名が登場。第2護衛隊軍の司令である、沼田徳次一佐が座上しており、同じく第2護衛隊軍に所属する多数の護衛艦を、率いて、 原子力潜水艦、ヤマトを護衛する、勇者王ガオガイガー、春ナが登場、東京湾を航行中に機械4天皇のペンチノンに融合され、ゾンダーロボ A27 に変貌してしまう、蘇る空、レスキューウィングスマイナス、春ナが登場、航空自衛隊小松救難隊に所属する、主人公達が登場した、航空自衛隊の UH-60J が、給油のため着艦する、 MMQ 架空間、鈴鹿が登場。艦長は、河村敏愛さ内輪海老の軍隊からなる怪獣、シークラウドを、混合型護衛艦、白馬をはじめとする両艦発石と共に追跡し、最終的には、日本海溝場にて、VL アスロックで攻撃、撃破する。続編、MMQ ディストラクションにも、鈴鹿が登場。茨城沖にて、宇宙怪獣。 ゴーキングを撃破する怪獣、ゴズを目撃した後、日立海浜公園へと向かうゴズを追跡した、機動要塞、ヤマト、ヒエイが登場。第四護衛隊軍に所属しており、日本列島が第二次世界大戦にタイムスリップしたことで出現した第二艦隊のヤマト型戦艦、ヤマトと交信したり、海上で s h 1 6 0軽昇海ヘリコプターの母艦として行動し、 アメリカ軍の潜水艦を捕捉、撃沈するほか、アメリカ軍の空母艦載機を迎撃する、長空の艦隊第四護衛隊軍の機関として、ヒエイが登場。第二次世界大戦時と現代をつなぐタイムゲートが出現したことを受けて発動された、敗戦の回避を行う、Z 計画に伴い、日本軍を支援するべく、同じく第四護衛隊軍に所属するすべての護衛艦を率いて、 過去へ派遣される大戦略シリーズ駆逐艦ユニットとして登場。対戦兵力を3期搭載できるネットゲーム版の大戦略ウェーブにおいてはゲーム中唯一の対戦攻撃しかできない艦船として登場する。ありがとうございます。